私は不満な現状を否定することでモヤモヤとした気分になるということを知っています。私はモヤモヤを解消するために自分の思い通りにいっていないという現実を受け入れます。私は現状を否定するとモヤモヤ状態が続くということを知っています。私は自分の失敗を認めて、じゃあこれからどうしようかと考えます。私は自分の間違いを認めて改善していくことを考えます。私は弱い自分を認めて、そんな自分を幸せにするためにはどうすればいいかと考えます。私はできないことがたくさんある自分を幸せにするためにはどうすればいいかと考えます。私はそのままの自分を幸せにすることを考えます。私はそのままの自分を否定してモヤモヤとするより、そのままの自分を肯定して一歩を踏み出すことを選びます。私は不完全な自分を受け入れて、そんな自分を幸せにすることを考えます。